ゲートに近づいてその身を収めました。14頭ゲートに揃いました。スタートしました。まず先行争い内から5番のフチさんメルちゃん、まず飛び出しますが、外からトモジャドット、そして間からラインガルーダ、そして2番のピュアブリスと先団を形成。その後ろ一旦控えて9番の高一が追走で5番のチサンメルちゃん、それから下がって11番コズミックランナー、3コーナーカーブ、あとはジェットマックス名称装備、そして12番の香箱が続いていって3コーナー回っていきました。その後ろに13番のマヒオレが行って3、4コーナー中間ヒロノ東梁、そして10番のグランマリアージュ、後方2頭は2馬身差、1番のルーリング、最後方にクリノレオノール、4コーナーのカーブに入ってこれから直線コースに向かいました。トモジャドット先頭で突き放しまして2馬身、3馬身リードが開いていく。2番手に5番のフチさんメルちゃんが上がってくるが、その後方の各馬も一気に差を詰めて3番ジェットマックス一気に2番手に上がってきた。その後3着争いになりそうだ。7番のトモジャドット2馬身のリード、追い詰めるジェットマックス。